声優に2人がキャンプを学び、お友達ゲストと楽しく女子キャンプ。そしてなんとなんと目指すは無人島なのだ。一体どんなキャンピングになるのか。それじゃあ行くよ、テニスキャンプ。ホットサンドも食べてお腹も満たされたところで、うん、やっぱりお茶飲みたいよね。そうだね、ちょっとほっと一息つきたいよね。そうだね、日もいい感じにさ、うん、ちょっとさ落ちてきてさ、うん、気持ちもさちょっとのんびりな感じになってきたね。そうだね、ここらでティーブレイクといきますか。はい、お茶だお茶だ。飲む飲む。仲良しのお友達と楽しい女子キャンプ。先生なんか新しい競技みたいになってます。リンチが足りません。前回までで初めてのドームテントを建てて、すごいファイヤーがすごい、火を起こしキャンプ飯を食べた私たち。おいしい。今回はティータイム。あ、いい香り、お茶の香りになってきた。自家焙煎の贅沢な一杯を堪能します。わあ、おいしい。引き続き一緒にキャンプを楽しんじゃうのはウッチーこと声優の内田彩さん。ではティータイムということでですね、うん、私はお湯を沸かそうと思います。おう、はい、大事だ。なのでウッチーには、うん、お茶をほうじてもらいたいんですよ。ほうじ茶ってほうじるっていうの。はい、ほうじ茶です。わかんないけど、わかった、うん、やってみよう。大丈夫、うち安心して。今回も私事前にほうじ茶の作り方教わってきてますから。教えてくれたのはキャンプ民泊の庭の青木達也さんと青木恵理子さん。それでは誰でも簡単にできるほうじ茶の作り方いきます。用意したのは、はい、緑茶。まだ緑茶ってことですか。まだ緑茶ですね、はい、ってことはこれをほうじ茶にするってことは、これに焙煎します。焙煎、はい、焙煎したてのほうじ茶って飲む、そうなんですよ、機会ないですもんね。あ、おっしゃる通りで、はい、家の中だったらね、ちょっと煙とか出ちゃうの。そうですね。で、焙煎したてのほうじ茶飲めるということで、ぜひ、はい、やりたいなと思います。はい、まず目分量。目分量。ここ目分量は目分量です。だいたいそこが、はい、かぶるぐらいで。だいたいそこがかぶるぐらい目分量で入れてください。はい、したらバーナーをちょっとつけますね。はい。続いてバーナーをつけます。はい。はい、でこれで、だいたい中火から弱火ぐらいにして。中火から弱火で。この時に、はい、ずっとこう置きっぱなすとすぐ焦げちゃうので、そうですよね、ちょっとこう離して火が当たるか当たらないぐらいの時にこうやって振ります。シャカシャカ、あ、いい音。これでその葉の色がだんだん薄茶色になってくるんです、はいはい、それを目指してちょっと、はい、フリ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 してほしいんです。はい、わかりました。では人生初の焙煎いきます。いい香り。自然の中でこのシャカシャカっていう音とこの香りだけでこう、わあ、最高ですね。最高なんですよ。もう飲む前から美味しいですもん今。家庭をゆっくり楽しむのもキャンプの醍醐味。わあ、ちょっと色変わってきた。変わってきましたね。うん、ものの数分でだいぶ色が薄くなってきました。サポートできるんですね。そうです。お、煙に出ても大丈夫です。大丈夫なんですか、はい、へ、もうちょっと薄茶色にしたいですね。あと、まあ苦いのが好きだったらやっぱりこう深めに焙煎するとか、自分の好みによって、で今の気持ち、今の気持ちでどういうほうじ茶飲みたいかみたいな感じでこう焙煎具合を決めてください。今は浅入りなのか深入りなのかっていうね。はい、でもなんかいい香りって思ったのがその時欲してるものだとか言いません。あ、体がね、なんかそうそう、やっぱり美味しそうとか感じるときって体の素直な声って言うじゃないですか、はい、深
深入りですね。目指すは深入り。もう少し頑張ります。うまく混ぜる。ああ上手上手。ああいいですね。なんかうまくなってきますね。全体が回るようになってます、うんうん。みんなが急に先生たちに風を消してもらいつつラストスパート。香ばしいんじゃないですか。はい、いい感じだと思います。 OK ですか。ようやく焙煎完了。少し冷ましたらお茶パックに詰めていきます。せっかくなんでたっぷり入れちゃうよ。はい、こんなもんでいいですかね。はい、そして漏れないようにしっかりと封をして、お湯を注ぎます。よく緑茶はね、ぬるめというかちょっと冷ましたお湯がいいなんて言いますけど、外でほうじ茶飲むんだったらあっちがいいですよね。あー、いい香り。ちゃんとほうじ茶の色してる。では冷めないうちにいただきます。あー、いい香り。あ、ほうじ茶です。香ばしい。焙煎されてます、ちゃんと。うん、うん、焙煎したてだからなのか、なんかすごい口当たりが柔らかいです。うん、結構香りが、うん、普通のほうじ茶よりもありそう。いや本当に、だからなんか湯気ごと飲みたいっていう感じで、全然なんかフーフーするのもったいなくて。うまい。なんか丸みのある優しい味で、これ落ち着きますね。うん、そうなんですよ、おすすめなんですよ、だからほうじ茶意外と。うん、でもやっぱ外で飲むお茶っていいですよね。うん、いいですよね。至福のひとときを味わいつつ、ほうじ茶作りをマスターしました。この後はウッチーが焙煎初挑戦。おガスの匂い。そしたら熱い。手袋する。シェラカップで作れるお手軽ほうじ茶を作っていくよ。茶色くなるまでシャカシャカします。どう、香りとかどう。あ、いい香り。お茶の香りになってきた。それではウッチーとレッツ焙煎。挑戦するのは茎茶。先生曰く葉っぱよりマイルドな口当たりを楽しめるとのこと。あー、ほんとだ、甘い香りするね。いい香りだよね。なんか青のりみたいな匂いする。嘘でしょ、お茶だよ。青のりみたいな匂いする。青のりする。もしかしたらこれの香りと混ざってるのかもしれないけど、青のりの匂い。言わんとしてることはわかる。でも冷静になって、うん、お茶だよ。ウッチーちょっと心配だけど、焙煎初挑戦お願いします。無事ほうじ茶できるかな。パラパラっと半分ぐらい入れました。はい、これをセットして、よし、ついた。着きました。イエーイ、着火していこう。ちょっとね、このガスの匂いがいい。そしたら、あ、ちょい、熱い。手袋する。それを、そうです、シャカシャカします。シャカシャカします。茶色くなるまでシャカシャカします。どう、香りとかどう。あ、いい香り。お茶の香りになってきた。さっきまでは青のりだったってこと。うん。なんかだんだん畳のカスみたいになってきたよ。畳のカスって、相変わらずうちの感性は独特だな。じゃあちょっとウッチーがほうじ茶頑張ってくれてる間に、うん、私も自分で持ってきたとっておきを出しちゃおうかな。なになになに。へへへ、よいしょ、えみつんコーヒーセットです。今回も登場、えみつんコーヒーセット。私が本日ウッチーのために用意したコーヒーはこちらです。オニバスコーヒーのオニバスブレンドです。私の行きつけ、オニバスコーヒーのスペシャルブレンド。いろんな豆のいいとこ取りで、すごいおすすめなんです。袋から出しただけでいい香りが広がります。
その香りはイブサル中のウッチーにも。あ、いい匂い。こっちからの香りしかしないからさ、うん、すっごいいい香りがする。本当？うん、そのグラインダーもしかしたら私とお揃いかも。これ？本当？それ持ってるの。これいいよね。そう。皆さん、私たちとお揃いのグラインダーいかがですか？え、普段はさ、うん、お家では何飲むの？お家でコーヒー？カプセルのやつを飲んじゃうことが多いけど、お家だと、うん、いろんな味のやつを買っておいて、はい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 、今日はこれにしようかな。じゃああんまり引かない自分では。最近引かなくなっちゃった。うん、でもなんかこう自分のためにさ、うん、豆引いたりさ、うん、そうやってお茶いったりしてるのってすごい贅沢じゃない？確かにね、丁寧な暮らしって感じ。いや本当、たった一杯のために時間をかける、まさにキャンプならではの過ごし方。ちょっとね、粗くしてあるから飲みやすい感じになるかなと思うんだな今日。おー、すごいいい香りがする。コーヒーのいい香りする。じゃあほうじ茶を作ってる間にコーヒーが入ったので、あ、コーヒー飲みましょう。やったー。自然の中で飲むコーヒーは美味しいぞ。いや絶対美味しいよ。わー、どうぞ。ありがとう。熱いからね。うん、あー、いい香りだね。ちょっと酸味のね、ある。ウッチーのために入れたエミツンコーヒー、美味しく入れられたかな。じゃあ召し上がってください。はい、いただきます。いただきます。あっちそう。いい香り。あんまり酸味とか苦味に偏ってないバランス型のコーヒーだって聞いたんだけど。あ、美味しい美味しい。美味しい。ちゃんと苦味もあって美味しいよ。うん。え、苦味、あ、私苦味わかんないんだよね。そう、私今このコーヒーすごい甘いって思ったんだけど。ほんと、後味ちゃんと舌の上に苦味が残るよ、コーヒーの。え、甘い。なんか前も外で飲んだ時思ったんだけどさ、外だからなのか、なんか口当たり丸くならない？まろやか、本当に、ね、いい意味で、うん、なんて言うんだろう、コーヒー、いつも飲んでるコーヒーと違う気がする、うん、ね。やっぱり自然の中で飲むコーヒーは格別。そしてお次は、次はこのほうじ終わった、イエーイ、ほうじ茶を、ほうじ茶いただきたいと思います。ほうじたてだよ。ねえ、ね、いい香りする。すごい。こちらもバッチリ色づいてます。じゃあちょっと多めにいっぱい入れちゃおう。ほい。で、これをひっくり返して、はい、こうします。はい、出来上がり。漏れ出さないようにお茶パックに入れて、今回はポットにイン。はい、それで、まあこのままちょっと蒸らして待ちましょう。はい、バイバイ。楽しい。じゃあ3分ぐらいかな。実は私、蒸らしている待ち時間を楽しめるとっておきのものを用意していたんです。日が暮れてきちゃったんだけど、うん、ちょっとさ、やりたいことがあるんだよね。え、なに？この間ね、あのゲストさんと遊んでくださいって言って、うん、キャンプの先生にもらったの。うん、じゃじゃーん。この後はウッチーと一緒に鳥さんたちと合身。おしっこ大きいっきょ。先生の元でレクチャーを受けていた私、ハンモックを見つけてご覧のありさまに。最近はハンモック泊というスタイルもあるんだそうで。いや、もうハンモックいいですね、はい、まあこんなリラックスしてるところなんですけども、はいはい、もうちょっとキャンプらしい遊びも、キャンプらしい遊び、はい、やってみようかなと思ってまして、はい、バードコールというものを作りたいなと。
バードコールを作る、ちょっと何を言ってるのか全然わからないんですけれど、はい、作るためにちょっと木の枝とかを使うので、うん、それをちょっとこれから取ってこようかなと思います。これから取ってくる、はい、現地調達なんですね。現地調達で、はあ、いきます。はい、それではバードコールなるものは作りましょう。完成がわからないから何を探すのかもわからずについてきました私。そうですよね。早速材料を見つけた先生、手にしたのは落ちていた枝。ちょうどこれぐらいが、うん、この枝をノコギリで短く切ります。これぐらいかな、節避けて、うんうん、節を避けて、はい、こんな感じで。本当にギコギコって言いますよね。生木から折るとかはダメなんですけど、落ちてる枝で、キャンプ場の人がいいよって言ったらそれは拾って。皆さんも枝を拾う際はキャンプ場のルールを守ってくださいね。こんな感じで切り落としました。なんかダメも綺麗、綺麗ですね。だいたい5センチくらいに切り出して真ん中に穴開けます。下までは行かないんですね。下までは行かず途中でちょっと止めちゃいます。途中で中心に3センチくらい穴を開け、そこにボルトをギューッとねじ込んでいって最後にストラップをつければこれで完成です。完成。なんだか素敵な木のアクセサリーができたような感じですが、でもバードコールっていうからにはなんか音がするってことですか？そうなんですよ。今これボルトを入れたんですけど、はい、このボルトをこう回すと、あ、鳥の鳴き声みたいな、おー、綺麗な音。これで鳥さんとコミュニケーションを。取れるんですか？はい。すごい。ただ時期によってはこういった音ちょっと鳥警戒しちゃうので場所と時期もちょっと選ばなきゃいけないんですけど、そうなんですね、はい、次キャンプ行くときはこれも一緒に持って行って、はい、ありがとうございます。プレゼントいたしますので。やった。使わせていただこうと思います。ぜひ。ありがとうございます、はい、それでは実際にバードコールを使って鳥さんたちに呼びかけてみましょう。自然に鳥の声が聞こえておりますけれども、うん、これをですねこうするとちょっと鳥の鳴き声っぽい音がするんですよ。本当だ。寄ってくることもあるらしいんだけど、うちの方も鳴る？あ、ちょっと似てる音、音似てる。ホキキョって言った、ね、ちょっとホキキョできないな。ホキキョ難しいな。ちょっと小鳥な感じだね。そっちだとちょっと小さい鳥だ。なんとしても鳥さんと交流したい田舎娘の私たち。今なんか姿は見えないよね。くれてる気がするね、うん、姿を見せてくれなかったものの鳥さんたちとつながれた気がする。ピッピー言うとる間に、はい、お茶がそろそろ出たんじゃないですか。じゃあちょっと様子を見てみようかな。パカ、わー、いい感じに、いい感じ、漏れてるよ。じゃあこれを入れましょう。ありがとう。じゃあみつんは赤ね。赤よ、気をつけて。ああ、いいね、いいね。いい色出てる？出てる、出てる。よし。よし。できたー。ポッキーありがとう。はーい。いい音。うっちーが一
生懸命焙煎してくれたほうじ茶、ありがたくいただきます。ちゃんと美味しく入れられましたかね。ね、でもいい香り。あ、本当だ、ね、ほうじ茶の香りは、飲んでもいい？はい、じゃあ私の人生初ほうじ、召し上がれ。いただきます。あ、甘い。ほんと？うん、いただきます。ほんとだ、ね、深い、甘い、心が丸くなるね。ねえ、ね、甘い。なんか香りはすごく香ばしくて、うん、ほうじ茶なんだけど、なんかちょっと紅茶みたいな甘みがある気がする、うん、なんだろうこれ。クキ茶なのもあるかもね。そういうことか。あー、美味しい。美味しいね、うん、美味しすぎて鳥呼びたくなっちゃうよね。呼んじゃおう、ね、美味しい、美味しい。上手。あ、私、うっちーとはさ、年取って縁側でお茶飲むと思ってたんだけど、うん、先にキャンプでお茶を飲むっていうのもいいね。いいね。ね、縁側ある？縁側持ってる？今のうちはないけど。うちもない。ない、うん、じゃあどうする？立てて。私が、うん、縁側付きの家建てて。縁側付きの家を。そしたら行く。そうね、うん、おばあちゃんになっても茶飲みたいもんね、うん、おばあちゃんになってもまたキャンプ来て、うん、いいね、いいね。まあそんなこんなで今回は、あ、鳥が来た。ほんと。まったりしましたけれども、うん、まあ日も暮れてね、ちょっと風も涼しくなって、うん、夜の焚き火を味わいながらですよ、うん、次はお酒なんかどうですか、うっち。いい、ちょっと久しぶりじゃん、お酒飲むのも一緒に。いい ね、 ね、ちょっと落ち着いてね、いろんな話したいね。したいよね、うん。お楽しみはまだまだ続くよ。次回はついにお待ちかね、ウッチーとの貴重な音の時間をお届けします。やっぱいいね。そうなんだよ。